こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日はたまに円安トレンド、円高トレンド、まあ、為替は円安になると輸出ビジネスには有利、稼ぎやすくなるんですけど、円高になるとね、稼ぎにくくなるということで、たまに円高に動いたときに、これ円高トレンドに変わって、稼ぎ続けられるでしょうかというようなね、質問があるんで、それについて、まあ、私の見解、それから今まで、為替というのはどう動いてきたかを解説します。為替は円安になります。国力が弱くなると通貨は安くなります。短期での動きはともかく、円安になることはほぼ確定しています。最大の要因は人口減少。人口が増加しない限り円安は修正されません。これにイギリス、かつては強い国だったイギリス、まあ、どんどんね、衰退化して、まあ、イギリスポンド安くなってます。これ1980年にはね、1ポンド525円。今のレートから考えるとちょっと信じられないようなレートでしたけど、まあ、現在は190何円と200円を切ってます。まあ、このような形で円も弱くなっていく。でね、私の見解だけだとね、やっぱ頼りないというか心配でしょうから、これ。三菱東京 UFJ の見解ですけど、インフレ、円安を招く要因ということでね、輸入品価格の上昇、赤字国債、増税、ね、まあ、これらの要因、プラスもう決定的なのはね、人口減少、そして国力弱くなり続けるというのがね、これ既定路線なんで、致し方ないということなんですけど、まあ、輸出ビジネス、ね、これ続ければ続けるほど、まあ、どんどん稼ぎやすくなっていきます。まあ、早めに始めて、今取り組んでいる会員さんは、まあ、安心して輸出ビジネス、どんどん進めていただければと思います。まあ、短期でね、こうなるというのがわからないんで、FX で稼ぐための知識は授けられませんが、ただね、この国力弱くなると、通貨は弱くなると、これはもう、今まで歴史上例外はありませんので、まあ、円高トレンドになってね、すごい何年かで稼ぎにくくなっちゃうということはね、心配する必要はないということをね、お伝えしておきます。またね、補足説明とか、なんか質問、補足しつ、えー、説明が欲しいとかね、質問があればお気軽にお寄せください。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。